君と見た世界さあ始まりの鐘が鳴る We are the city now 無邪気に手渡された理不尽できたか
Thank you.
このさまよえる死者たちに平穏を。俺はカズマ。今はこの異世界で暮らしている。以前の世界じゃ引きこもりだった俺でも、この世界でなら頑張れる気がする。秘められし力よ、目覚めろ。さあ、大冒険が始まるぜ。なんて夢見てたこともあったっけ。魔力はすごいが、知能は最低のポンコツ女神アクア。一日一発の爆裂魔法だけしか使えない魔法使いメグミン。全く攻撃が当たらないド M 騎士ダクネス。この頼りにならない3人の仲間と共にザコモンスターを倒して小銭を稼ぐその日暮らしの生活だ。どこでも現実は厳しいよな。魔法退治？そんなのはチート持ちの勇者様にでも頼んでくれ。俺はどうすれば生計を立てられるかを考えるのに忙しいんだ。そんなわけで俺たちはその日も仕事を探しにギルドへと向かったのだ。いいクエストないかな。楽なやつがいいんだが。これだから引き荷とは。そりゃカズマは一人だけ最弱職だから慎重になるのもわかるけど、この私をはじめ上級職ばかりが集まってるのよ。というわけで一番難易度の高いやつを行きましょう。ふん、我が爆裂魔法は最強。上級のモンスターならさぞ凄まじい一撃を繰り出してくれるのだろうな。こいつら。ふん、この命知らずめ、昔の俺を思い出すぜ。あんた若さに任せてどこまでやれるか試してみるのも悪くねえさ。せいぜい頑張んな。この私、女神アクアがついてるんだから何の心配もいらないわ。そもそもみんなもっと私を尊敬すべきだと思うのよ。まったくだ。そう、具体的には寄付とか。こいつはもうほっとこう。しかし、どうしたカズマ。ダクネスさん、気痩せするタイプなんですね。ああ、この格好か。鎧は今メンテナンスに出していてな。今日のダクネスはタイトな黒のスカートに黒のタンクトップ。薄着のダクネスに思わず敬語になっちゃったぞ俺。締まるところは締まり、それでいてムチッとした体、端的に言えばエロい体つきってやつだ。何ですかカズマ。しかも隣に立つメグミンと比較され、なおさらその体つきが目立つ。美人で体もいいとなると、多少の性格の破綻は目をつむってもいいとすら思えてきて。今私のことをグヘヘ、エロい体しやがってこのメス豚がと言ったか。言ってねえ。やっぱいくら顔が良くても性格が一番大事だよな。おい、私をチラ見した意味を聞こうじゃないか。意味はないさ。ただ俺にロリコン属性がなくてよかったと思っただけだ。コウマ族は売られた喧嘩は買う種族です。よろしい、表に出ようじゃないですか。こら、やめろ、引っ張るな。皆さん、こちらのクエストはいかがですか。町外れの墓地に現れるというゾンビメーカーの討伐クエストです。ふむ、ゾンビメーカー。ゾンビたちを操る悪霊の一種、ザコモンスターですね。駆け出しの冒険者パーティーにぴったりのクエストだと思いますが、いかがでしょう。良いのではないか。アクアのレベル上げにもなるだろうし。アクアの？どういうことだ。プリーストは一般的にレベル上げが難しい。何せ攻撃魔法がないからな。そこでプリーストたちが好んで倒すのがアンデッド族だ。アンデッドには神の力が全て逆に働く。回復魔法を受けると体が崩れるのだ。ああ、大概のゲームでも常識に近い話だな。しかしな、このダメ神を鍛えても。いや待てよ、このバカのレベルが上がり、少しでも知力のステータスが上がってくれれば何よりの戦力アップだ。うん、悪くないな。異論ありません。あ、問題はダクネスの鎧がないことなんだが。うん、私なら問題ない。伊達に防御スキルに特化しているわけではない。鎧なしでもアダマンマイマイより固い自信がある。それに殴られた時、鎧なしの方が気持ちいいしな。お前今殴られると気持ちいいって言ったか。言ってない。言ったろ。言ってない。あとはアクアにその気があるかだが。はぁ、おい、どうするアクア。黙ってないで会話に参加しろよ。今お前のことを。アクア寝てやがった。へん、大した大物っぷりだぜ。いや絶対そんなんじゃないから。それではクエスト頑張ってくださいね。寒い。
真夜中の墓地、余計寒気だ。早く終わらせたいところだな。まったくだ。ねえカズマ、引き受けたクエストってゾンビメーカー討伐よね。私そんな小物じゃなくて大物のアンデッドが出そうな予感がするんですけど。おい、そういうこと言うなよ。フラグになったらどうすんだ。何よ、女神の顔を信じないの。お前の何を信じろって言うんだ。そろそろだぞ、ゾンビどもが現れるという時間だ。おい、あそこいました、ゾンビです。1体、2体、3体、4、5、6。多いな。ゾンビメーカーって取り巻きのゾンビはせいぜい2、3体って話じゃなかったか。うわー、なんだこの光は。魔法陣だ。あのローブ姿のやつが魔法陣を発動させたんだ。あれ、あのローブの人影、ゾンビメーカーではない気がするのですが。どうする、突っ込むか。ゾンビメーカーじゃないとしても、こんな時間に墓場にいる以上アンデッドに違いない。ならアクアがいれば問題ない。いえ、奴らは都合よく一箇所に固まっています。ここは我が爆裂魔法の一撃でまとめて怪人に帰してあげましょう。お前ら落ち着け。特にめぐみ、爆裂魔法なんか使ったら墓地ごと消し飛ぶだろうが。いいか、絶対やるなよ、絶対だぞ。冗談ですよ、そんなに念を押さなくても。おい、今返事に曲がったぞ、迷ってんじゃねえ。どうしたアクア。一人で飛び出すな。リッチーがのこのここんなところに現れるとは不届きだ、成敗してやる。は？リッチーってあの超大物のアンデッドモンスター。ふん、くぬ、くぬ、こにゃらい。やめ、やめ、やめて。誰なの、いきなり現れて。なぜ私の魔法陣を壊そうとするの。やめて、やめてください。うっさい、黙りなさいアンデッド。どうせこの怪しげな魔法陣でろくでもないこと企んでるでしょう。なに、こんなもの、こんなもの。この泣いてるのがリッチー。おいおい、ゾンビたちも戸惑ってるぞ。どうしよう。ほら、やめて、やめて。この魔法陣は成仏できない迷える魂を天に返してあげるためのものなんです。ほら、魂が魔法陣から空に登っていくでしょ。あ、本当だ。リッチーのくせに生意気よ。そんな善行はこの私がやるから、あんたは引っ込んでなさい。見てなさい、こんなチンタラやってないで、この共同墓地ごとまとめて浄化してあげるわ。ちょ、やめ、ターンアンデッド。あっし、ゾンビたちが消えていきます。さすがアクアだ、たくさんの魂が天に帰ってゆく。ん？ってことは、自然の摂理に反する存在、神の意に背くアンデッドよ。さあ、私の力で欠片も残さず消滅するがいいわ。おい、やめてやれ。痛いじゃないの、あんた何してくれてんのよ、いきなり。おい、大丈夫か。リッチーでいいのか、あんた。大丈夫です。危ないところを助けていただきありがとうございました。おっしゃる通り、リッチーのウィズと申します。な、人間にしか見えないな。しかも若くて美人だ。ウィズ、あんたこんな墓場で何してたんだ。魂を天に返すとか言ってたけど、リッチーのあんたがやることじゃないんじゃないのか。ちょっとカズマ、こんな腐ったみかんみたいなのと喋ったら、あんたまでアンデッドが映るわよ。ちょっとそいつにターンアンデッドをかけさせなさい。うるさい。その私はリッチーですから、迷える魂たちの話が聞けるんです。この共同墓地の魂の多くはお金がないため、ろくに葬式もしてもらえず、天に帰ることもなく毎晩墓場をさまよっています。なので定期的にここを訪れ、魂を天に送っているんです。はあ、ほろりときた。いい人だ。あ、いや人間ではないのだが。
それは立派なことだし、いい行いだと思うんだが。そんなことはこの町のプリーストに任せればよいのではないか。そのこの町のプリーストさんたちは拝金主義、あ、いえ、そのお金がない人たちは後回しと言いますか、つまりこの町のプリーストは金儲け優先のやつばっかで、金のない連中が埋葬されている共同墓地なんて供養どころか寄り付きもしないってことか。そうです。ああ、なるほど。何よ、なんでみんなしてこっち見るのよ。でもゾンビを呼び起こすのはどうにかならないか。俺たちがここに来たのってゾンビメーカーを討伐してくれってクエストを受けたからなんだが。あ、そうでしたか。その呼び起こしているわけじゃなく、死体が私に反応して勝手に目覚めちゃうんです。私としてはこの墓場に埋葬される人たちが迷わず天に帰ってくれればここに来る理由もなくなるんですが、どうしましょうか。そうだな。あ、それならこのすば納得いかないわ。しょうがないだろ。つかあんないい人討伐する気にはなれないだろうに。いい人？そんなの知ったこっちゃないわよ。お前それでも女神か。これからはお前が定期的に浄化しに行くんだぞ。忘れんなよ。睡眠時間が減っちゃう。いつも十分すぎるほど寝てるだろ。しかしリッチーが街で普通に生活しているとは思えませんでした。しかもマジックアイテムの店を経営しているとはな。この街の警備はどうなっているのだ。まったくだ。リッチーってダンジョンの奥深くにいるイメージだったんだけどな。でも穏便に住んでよかったです。いくらアクアがいると言っても相手はリッチー。もし戦闘になってたら私やカズマは間違いなく死んでいましたよ。ゲッ、リッチーってそんなに危険なモンスターなのか。ひょっとしてヤバかった。ヤバいなんてものじゃないです。伝説級のアンデッドモンスターですよ。むしろなぜあんな大物にアクアのターンアンデッドが効いたのかが不思議でならないです。ヒー、リッチーのスキルを教えてくれるって言われたから喜んで名刺をもらったが、店に行くときは必ずアクアを連れて行こう。カズマ、その名刺にある住所見せなさいよ。ちょっと店に行って周りに神聖な結界貼って涙目にしてくるから。いや、やめてやれよ。やっぱりアクアは連れて行かない方がいいかもな。そういえばゾンビメーカー討伐のクエストはどうなるのだ。ああ、クエスト失敗。とま、このようにして俺たちは心優しいリッチウィズと出会ったのだ。ちょっとお茶がぬるいんですけど。この店は接客もまともにできないの？すみません、アクア様、すぐに代わりをご用意します。さすがマジックアイテムの店だな。見たことのないものばかりだ。あ、そのアイテムは引っ張ると大爆発しますから気をつけてください。大爆発、なるほど。我が爆裂魔法に対する挑戦ですか。いいでしょう、受けて立ちます。え、何を言って。抗いがたい誘惑に駆られてしまうな。私の体で試してみても良いだろうか。やめて、触らないでください。はあ、やっぱ性格が一番大事だよな。この前は誰かさんのせいでクエスト失敗するし散々だったな。すみません。ねえあんた、もし本当にすまないと思うならできることがあるんじゃないかしら。はい。でもこのお店繁盛してなくてお金はあまり。このダメ神、せっかくいいことしたんだからそのまま終わらせろよ。